ょっとね、ちょっと待って待って、マジ怖いね、足取りがすんごい重い、あー、行くべってマジで、もう無理なんだって、うわっなんだっさ、待って、今聞こえんかった、はいどうも、アポップスです、なんなんだっすよ、今日の企画よ、お前ら、いや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 、俺久々に帰ってきて、うん、心霊行ってけくせ、うん、なんか俺も行ってみたいなと思って、いやマジで本当心霊だけはもう俺二度と行きたくねえんだって、どうすっかなと思って、でたまたま噂しか聞いたことないんだけど、うん、なんか東沢原公園ってあるじゃん、うん、心霊のスポットがあるっていう話だったんだ、それはまあだね、昔から聞いて、あ、知ってんのお前、知ってるよ、お前知ってんだったら教えてください、いや俺もうやだ、ほんとええ、ほんとお前ジュン、お前こだわりずや、マスオフの企画は最高で、池になんかあの、まあ昔なんか夫婦が自殺したっていう話があるんで、それはもう実際ほんとにあった話、もうニュースにもなってるから、まあそれ一つと、あとまあここから歩いていくと鳥居田がなんかあるんだね、鳥居田があったっけ、その鳥居のところをこう上に進んでいくと、なんか鎌を持ってるおじいちゃんが現れるという、鎌を持ったおじいちゃん、鎌を持ったおじいちゃんが現れるらしい、何してんの、何してんのそのおじいちゃん、徘徊したそのおじいちゃんとすれ違っちゃうとやばいっていう話を聞いてる、ほう、あーもう本当に行きたくない、俺帰るわ、もう無理、もう今無理だもん、寒い、うわーだ、おーおーやめろってマジで、無理は、でもしょんべん譲るって本当に無理マジで。でもこいつ本当に気をつけて、マジすぐ無顔出すから。引きつけられるタイプだな、ジュンは。ああ、なるほどね。マジ気をつけろよ。ずっと怪我してるから。もう知らねえぞ。一切の責任は負いません。確かに、それはある。じゃあ、行きますか。レッツゴー。でもジュン、あれから大丈夫なの？何が？心霊スポット行って怪我して何回怪我したけど、俺さ、まあ、その話で言うと正直もたくさんの霊に疲れると思う、もう 3,4 体行っても、うん、ってことだぜ、今あと 2,3 体行けって思うの絶対お前さんあと近づかないよお前の考えがやばい、お前一人外するよこれからここ今もう沼、沼、ここ沼、ここがもう全部沼だ、どこどこ、どそこら辺、ここがもう、うわーだ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 、そういうのだから望んでないってそうやろって本当によ、ここで、ここの池でそのなんか車に乗ってる夫婦がここで自殺したんだって、もう突っ込んでたの、沼に、え、車で突っ込んでたの、この池に、うん、そう、でそれ何年か後になんか小学生がここで釣りしてて発見したらしい、車を、あ、釣りしてる少年が見つけたの、釣り上げたの車、じゃあ警察に行ったんだよ多分、その何が分かったの、小学生が僕なんか釣りになってから そ, 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 そしたらもうその小学生が見るんですよ釣りをしててあの車を発見したの小学生、あーなるほどね、です大したことねえな、そういうのだからダメなんだって、大したことねえや、これがまず一つ目か、じゃあ一つ目、ここはねちょっとまあなんか収まればいいよな、オーブの一個ぐらい近づけばいいんじゃない、近づいてみ、ちょっといいぞお前ら、押すからよ、え、押すからダメだってマジで、ほんと押すなよお前ら、マジで押すなよ、分かった分かった、次はじゃあ分かった、絶対押すなよお前、分かった分かった、俺ここで死んだら俺レなんですよ、これお前らも一生やるぞ、あっ ここまあ結構やばいけど、もっとやべえの上だからちょっとあのやるよ、ジャンプしよう、ジャンプワープしよう、ワープ、うん、ほらジャンプしてさ、ワープするやつあんじゃん、あれ一回やってみようか、トイレに、あ、じゃあ逃げんのかな、土井に初めてだな、どういう感じかな、じゃあ次、はい、せーの、もうみたいな、うん、そうそうそう、うん、あ、じゃあ次トイレ行くか、いいよ、ほんとやべえぞ、知らないからな、願ったって、はい、じゃあトイレに行きます、せーの、あ、
ってねえな。大丈夫か。はい。ワープしなかったみたいな感じで。でもあっちでも一応やんの。あっちでもやらないです。何のためにしたんですよワープよ。これマジでやべえよ。本当行く？なじゃん。喋ってマジで。え？うわ。喋って。ちっちゃいな小鳥いいな。小さいけど怖えぞ。ここでなんかこれ何？この鳥をまた撃つと怖い。何なの？もうスタートだね。スタート何？カマ持ったじいちゃんのアゴムシに。あ、こっから。そう。ここ。テリトリーなんだ、うん。なるほどね。ちょっと待って。雰囲気はあるわ。ちょっと俺もじゃあ俺が行くか先陣切って。ここはもうすでに呪われた男が行きますよ。ついたんね。いやもうジンやばいってお前本当に。これはもうよジン痛がってんのよ。もう取り付かってる。それも多分あのついてっからそういう感じになってんだと思う。あなんかもうおかしいもん。もう入ってんもん。だって穴もおかしいからね。俺シャレぞマジジン。だからなんでついてこないの。ちょっとお辞儀していこう。お辞儀して万年池だって。ちょっといい。あのさ、やめ何？あとここに入ってきたらさ、わかんないよ。気持ちの問題かもしれないけど、足取りがすんごい重い。重く感じてきた。うん、重くなってきた。さっきさ、俺ちょっとふざけたじゃん。うん、ガチだから腰痛いの本当に。これガチだから。ちょっとふざけたけど、ガチだから。ちょっとね。ちょっと待って。マジ怖いね。怖い。え、怖いね。なんかね。あ、待ってやべ。ちょっと待って。何？お、ちょっと待って待って。やべ。なんださ。お、俺の後ろで今マジで脅した。は？いや、ちょっと待って。やべ、俺も気持ち落ち着かねえわ。さっきから落ち着いてるくせに。汚いって。汚い。違うって。いやでもなんかね、俺入ってからね。マジで腰重い。マジで。入った瞬間、あれなんでこんな腰重いの俺。なんでこんなに？いや待ってさ、嘘じゃない本当に？ガチで言ってる。なんで腰重いのこんな俺。ちょっとやめっぺやマジで。あーもう俺無理だった。え、逆にどんぐらいあんの？いやわかんねえ。俺も行った時ねえから。ただここが結構ヤバいって話聞くから。ビビってんの。はい、どうぞ。いやもう戦闘無理だって。俺がね、戦闘はマジで。じゃあ俺行くか。お前行くか。なあなあ、ちょっと待って。お前怖いって。本当に怖いんだって。じゃあ分かった、一緒に行くか。じゃあああもう触んなってお前。マジで肩にこう手を置けばさ、うるせえって。みんなこう昔小学校電車ごっこしたじゃん。あんな感じでやればいいんじゃない。ああね、そういうことね。え、これってさ、ゴールなの？どこまで登るのこれ？いや、わかんねえって。多分もう言わねえほうがいい。本当にやめて。マジ。本当すいません。本当にすいません。俺、そういう気持ちで来てんじゃないから。あの明かり何なの？あの明かり何なんだろうね。ほら。まあ、あもうやめたほうがいい。これは。もうやべえ。俺、重い。もうダメだ。帰ろ？マジ帰ろ？弁天。あ、これがあれなんか。こっちに道があるな。なんか仕事してないね、お前が。どっちだ？こっちじゃないよね。こっちはね。マジで俺の声聞こえる？聞こえる。あ、でも聞こえるよ。やばい。これ本当やめた方がいいわ。ちょっと待って。お前感じる？もう俺やばい。体本当やばいんだってマジで。何？冗談。一回落ち着いて。何が感じるの？いやもう体かなり重たい今。本当に冗談じゃないって。マサオリだと。ごめんね。正直言っていい？うん。さっきは重く感じてたけど、うん、今はまだなんだよね。なるほど。もう体重ってよ。まだ。行くべ早く。もうだって骨も体絶対お前なんか絶対のさくっついったもん。はい、行くべ。とりあえずでもほんとやばいって重いもん。絶対なんか俺のこと聞こえたぞ今。音聞こえたぞ。葉っぱの音だから。ほらもう無理。とりあえずこうゴールだな。ゴール。いやいや、ゴールじゃないって。なあやめってやマジで。なあもうここゴールだって。もうだってもう道ないもん。ここで終わりなのとりあえず。やっべ。とりあえずでも登っと。お前らよ。もうほんともうやべ。俺もう死んでスポーツしないわ。
お前ら二人取り繋がってっぞ。なんかあるよこれ、紙が。これなんかあれね、おみくじ。うわっ。なんだぜ。え、待って、今聞こえなかった？何が？俺リアルで今ここに来て初めて食べた。え、ちょっとマジこうやめて。もうゴールだ。いやいや、ちょっと一回光やってる。ちょっと何がいい？え、だって今水の音したでしょ。水の音。ぶちゃんって言ったぜ。あれ待って、今マジ焦ったよ。一応まあ始まったとこか。やめて。だからお前顔がやばいって。いやマジ俺気持ち悪いんだって今は。もう正直明るすぎて俺ね。じゃあ俺ら二人で行こうぜ。いや無理だってお前。じゃあ高田ちょっと待ってね。無理だって。それ一番無理。それ一番怖いやつだ。本当にやべえねって本当に。待つか行くかどっちかだよ。ちょっとお前俺らの間に入ろうとすんなお前。なんだお前。絶対端っこ行かないもんなお前。絶対真ん中にいるもん。安全圏だと思ってお前。本当に怖い。本当に怖い。うん。どんどんって言ってね。どんどん聞こえない。いやいや今どんどんって言ったでしょ。風のあのいや風とかじゃなくてなんかあのノックするじゃないけど足音がどんどんどんって聞こえなかった？さ本当だよ。本当に本当に本当に。ほら音聞こえるじゃん。やめっぺや。葉っぱとかじゃないってこれ。これじゃない？もう風の音じゃないの？この風が葉っぱを揺らして。えだって家が近くにないよね。いやマジ足音じゃないけどドンドンドンって聞こえたよ。無理無理。上から下から？あこっち側。左側。こっちあ聞こえるわ。クソつき。そんなすぐ聞こえるかお前。本当に。帰りましょうマジ。あもう欠点だね。さあ賽銭箱終わりましたタール。お金も落ちてない。俺もない。俺何もできない。ないもん。その金は？タール。鳴らしたら、バン近所迷惑がある。うるさいって言われっから、ダメ鳴らして。何時だと思ってんの時が。そうやってやりやすいそれ。多分ね、元気取ってらっしゃる。ほらこれじゃない？何やな鎖でちょんちょんちょん。あっちのバジェタなんじゃないの？ちょっとやっと、じゃあ来た道を戻りますか。ああ行くねってマジでもう無理なんだってこっちじゃなくね捕まれたってこと。まずいいからなんか声聞こえてたマジで。地震の声聞こえた。どっちくなんだよ。こっちで人住んでるじゃん。人住んでないのこれね。いいから行くべや。やばいやばいやばい。何？お、何？大根木が。だだ。帰りましょう。オッケー。俺やったぞ今日がマジで。